これや、大阪湾のやつやねん。でかいやん。で、これ、これちょっと大きすぎやけど、こんな大きいのってなかなかないのよ。大体大阪湾のやつこんなんやねん。ちょっと顔つぶれてるけどな、この子。ルアーよ、ルアー。はいはいはい。このぐらい。ルアーっぽいっすね。大体起きたらね、これかな。うんうん。見てみよう、ここ。これ結構ね、大きいやつはレアなの、ね。この大きいのって。なかなか手に入れへんから、もうこれ入ったら、はい、貼った方がいいね。顔がほら、だからちょっと黄色っぽいやろ。本当ですね、黄色っぽいし、ね、黄色っぽいね、うん、これ何がすごいかって言ったら、イワシってすぐ、まあ、片口イワシって自分で溶かすのよ、なんか死んだり、はい、で、このイワシは違うんやわ、マイワシは、はい、すぐ腐れへんのよね、うん、一回溶けへんのよ。でも、ちょっと古かったりして、まあ、これやったらすぐ分かんねんけど、ちょっともう、これ商品ならちっちゃいやつやからするけど、例えばこれで切り口するんだけど、こんな勢いで、このぐらいの勢いで水を塗るような、これ小物用小分けで、はいはい、ルアマガから出してるその俺のペットボトルにあるつなぐ動画でやんか、うんうん、あれもこれになる、これさえある、うんうん、これハイパーって言ってるんだけど、これに俺これつないでんねん、こうやって。でもこれってこういう風なのがつなげて、これはちょっと長すぎやけど、こういう感じでつなげて、はい、これを一回回す、まあ、誘導式の鱗取りに水が出る。あんま知らん人おっちゃいやこれ。便利ですよね、これね、うん、これ便利、魚が多い時便利よね。で、これそのルアマガさんのやつね、小物用ポッペットでできるやつがあるやん、これでできるやつ、はい、ちょっと俺も家持って帰ったけど、はい、この前釣りに行くので、それでも代用できるし、小物用壊してもいいし、もう一回いくよ、パッて、パッて、あんまりじゃ壊れるから、はい、これをこう刺した時に、普通やったらこれ刺しててもここ割れるの、ここって。ああ、はいはいはい。これ割れへんやろ。っていうことはね、腹が強いね。新しい。なるほど。まだ。っていう判断でやんねんけど、まあちょっと見とってな、仕事。このままとったら、やーってなってなるから。ありますね。いや、懐かしい。あ、そうやろ。でね、もう神経とか抜けへんから、これでいいのよ。うんうんうん。で、このままこう圧とか、あんまり強くて、ほんと腹割れるからね。このぐらいの柔らかさにして、こういう足をかくぐらいの柔らかさにして、はい、ここに突っ込む。で、腹が腫れたら終わり。ここが腫れたら終わりね。ギュッてせんよ。腫れたら終わりぐらい。それぐらいで。腫れたら終わりぐらい。で、まあ、あとはね、こう出れるよ、このまっすぐ。ね。で、こう、押さえて、こっから取れるから。はい、はい、はい。で、めんどくさいけど、こっから、ここがね、骨がね、こうついてるのよ。うんうんうん。だからめっちゃ、なんていうの、動画越しちゃったら全然見えへんよ。切りにくいので取ってもらって、はい、でも水を出しながらね、これこっちにして、このダブな。水を出しながら、ほら、この油。これが見てもらいたい。まあ、大阪湾で、ね。ここも油やからね。洗ってもらって、はい、で、あんまりやったら割れるから、うんうんうん、本当は俺もう全部終わらせからやで、終わらせてからこれに付け替えて、これに付け替えてな、はい、ちょっと強いけど、こっち側から洗ってやる感じ、こうやって撫でるやん、これで、うん、このデコボコで撫でてあげてから5秒飛ばしてる感じ。でこっち側からも、遠くからね、遠くからね、やったらね、まだ血が抜けるのよ。めんどくさい。まだ綺麗くないよ、これ。綺麗ですね。うん。うんうんうん、ここまでしてる。で、縦かけ。はい。
たらこのイワシが、1週間とか平気でも。なるほどなるほど。うん。それが大阪は。いや、いいっすね。美味しそう。うん、油がすごい。こんな感じで。はい。今まで何してるの？とりあえずちょっと食べてもらおうと思って。